あなたが見込んだ通り、ジムロックはアントニーの才能を一目で見抜いたのよね。チェコ語だった歌詞をすぐに訳して出版した。そして大いに儲かったのね。ジムロックは商売人だ。早速アントニーに私のハンガリーブククのようなピアノ連弾用のチェコブクク集を注文したんだ。アントニーは楽譜出版をジムロックの期待にすぐ応えたのよね。1878年だ。6月には新たな娘を授かったアントニーはたった2ヶ月でスロバキアの踊りやウクライナ民謡まで取り込んでスラブ舞曲集を書き上げたんだ。